はみさん、こんにちは。かいかいです、えー。そんじゃ、今回の動画では、Xbox Velocity Architecture に関する解説動画を私自身数日前に出しましたが、えー、それのコメント欄がね、かなり活発化しておりますので、それをね、見ていこうと思います。ただし、普通のコメント返信ではありません。まず一つに、えー、サンプラーフィードバックストリーミング。これは説明が少なくて、私自身完璧に理解しているという、 とは言い難いい難、えー、状況でしたがそれについてね私より詳しく説明できている人がいたので、まずそれを抑えた後に、えー、かなりね、えー、活発化している議論っていうものを抑、ね、えていこうと思います。あのいや、すげえよ。どんだけ話してんだ。まあ、なんで、えー、それを見ていこうと思います。もう本人がね、どーんとこいやって感じだったんで、えー、私自身、まあ、これを見て建設的な議論ができたらなと。やっぱりあの反対意見の人を見ることによって、 自分の考えていること、言おうとしていることの欠点というか、間違っている部分というのが浮き彫りになりますし、それを修正できればね、えー、自分自身の、ね、意見がより強くなるという話です。ではまず、サンプラーフィードバックストリーミングの解説をしてくださった方のやつを読み上げていこうと思います。ありがとうございます。えー、これですね。 サンプラーフィードバックストリーミングは普段は低解像度のテクスチャをメモリに常駐させてからそれで描画しカメラがズームロードしてテクスチャの引き伸ばし接触を、えー、GPU が検出したら GPU がそのテクスチャに要高解像度のフラグを立てるというものですテクスチャデータをサンプリングするシェーダーからのフィードバックだからサンプラーフィードバック CPU はそのフラグを見て必要な高解像度テクスチャをロードしまた他の部分の不要になった高解像度テクスチャを捨てます 不必要な高解像度テクスチャをメモリに置かなくて済むのでメモリ効率が上がるという利点があります。サンプラーフィードバックではないですが、部分的にテクスチャを読み込んで適宜入れ替えようという考えは、パーシャリーレジデントテクスチャという仕組みが8年くらい前からあり、PS4 というか AMD の GPU にも実装されていました。サンプラーフィードバックストリーミングもきっと GPU の技術でしょうから PS5 でも利用可能かもしれません。 この仕組みは不必要な高解像度テクスチャを読み込まないという技術であって SSD からの転送量を増やすものではありません不必要な転送がないということは他の必要なものの転送量が増えるということだから仮想的に転送量が増えたと同様だとマイクロソフトは言いたいのかもしれませんが分かりにくいと思いますそれだけでなくサーニー氏の講演のように IO ボトルネックをなくすためのコプロセッサの構成まで含めて説明してくれているわけではないので例えば Xbox シリーズ X で SD s の回答エンジンとデータのやり取り は、CPU が長立ちしないといけないとしたら、それはサーニスの EU ボトルネックになるよなという懸念を拭うことができません。てな感じです。まあ、私がどれだけ時間をかけて説明したよりも綺麗な説明でした、えー。ありがとうございます。はい。これが、えっ、ー、と、サンプラーフィードバックストリーミングというものです。まあ、パッと聞いた感じ、あれですね、あの、UE5 が PS5 上でやっていることより効率が悪いように感じますが、もしかしたらそれが IO ボトルネックによる制約なのかもしれません。 OK! というわけで、じゃあ、えー、議論用の、議論用というか、えー、議論のやつ戻っていくんですが、これですね、えー、変なコメあるんで、海外さんはネタにしてほしいって言われて、えー、そしたら本人がめちゃめちゃ乗り気だったんで、っていう話です。さて、えー、この長いスレッドと、この長いスレッド、2つあります。なんで、まあ、この2つのスレッドが最も議論が活発化している部分でしたので、そこをメインに押さえていこうと思います。まず、 Xbox シリーズ X はすでにギアーズ5のテックデモで Xbox 1x か、えー、との比較をして2.5倍にしかなっていませんでしたのであまりベロシティアーキテクチャの意味がないのではと思った次第ですね技術自慢 PV の中に最適化した比較ビデオでも入れていれば信じられるけど現時点では上のテックデモで終了しちゃってますね API と限定的なサンプラフィードバックストリーミング頼みで最適化が大変だなとしか思えませんね PS5 の場合特別に考えなくカッコレートで除く手も速いのに、まあ、これは PS5 のアーキテクチャがかなりデベロッパー側の特殊な処理を必要とせずに速度を出し しきれるるとといいうことに言及しているものですそれに代わって XBOX の方は、えー、そこまで速くならないくせにもしかしたら労力が増えてしまうんじゃないかということですねでその反論が、えー、その結果がアストロズプレイルームなんですかということですまあちょっと、えー、説明不足なんでここから何言ってんのって感じの話があるんですけども、はい、これが補足説明、えー、普通にには アアスストトロロプレイアストロズ、まあ、どっちでもいいや。えー、には、裏読みロードがあったということですよ。大げさに宣伝している割には大したことないなと。PS5 と現行機の違いは分かりにくかったですが、Xbox シリーズ X に関しては心配していません。<laughs> まず、裏読みロード。あの非常に申し訳ないが、分かりにくい単語なので、えー、あらかじめ説明しておきます。 こここで言う裏読みロード、この方が言っている裏読みロードというのはあの例えば長い回廊を歩かないといけないとかそういう隠したロード時間なんでロード画面がバンって出て、えー、それで0%から100%まで行くというわけでもなくバックグラウンドで、えー、その走り回ってる間にリアルタイムに、えー、例えば木のアセットとか、えー、建物のアセットとかを読み込むそういうロードでもなく 長い回路とか狭い通り道とかそういうものを設置することによってえー、プレイヤーに時間をかけさせてその間にデータを入れ替えていくということのというもののことを裏読みロードというふうにここでは表現していますまあ隠しロードのような感じですね隠しロード画面というふうな認識でいいと思いますこれ最初苦労したんですよ裏読みって何だろうって思って Google で調べても何も出てこないんですよねまあい,いやえーっと まあ、じゃあどの裏読みのシーンだっていう話で、えー、これですね5分20秒から5分28秒っていうふうに書いてあるんですが、まあ、それを出しましょうかじゃあ先に出しとくべきだったねえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とザゲームまで入れたら出るやろうーん,なんで3つもあるのあこれじゃん 5分20秒だっけここですね。この画面。はい、さっきほどのやつを、えー、裏読みロードだというふうに表現しているんですよね。 でまあこの後かなりあのバックグラウンドでロードが行われているだとか行われていないだとか、えー、どう見ても裏読みだろうだとか、えー、いやいやどう見てもあれはハプティックのための演出だとかねいろいろ議論が活発化しててまあ私自身の意見をパッと入れさせてもらうならば現時点でわからないっていう風に言うしかないと思いますまあそこだけを見るならばねあの画面だけを見るならば 裏読みだった可能性も十分あるし逆に裏読みでは全くなく単純にノリで入れただけであるとかハプティックの演出を、えーっとまあ、演出を演出する、えーまあ、変な言い方ですけどためのやつっていう可能性も十分にあるっていう風に言えると思いますだってあそこの画面で、えー、ジェフ・キーリーさんが何も言ってないんで 何とも言えないんですよね。あの画面、あの画面が出たときに、おおなるほど、なんかものすごい面白い振動してるとか言ってれば、あ、ハプティックのための演出だなっていうのはわかるんですけども、そういうふうなこと言ってないんで、えー、ロード画面の可能性もあるし、ハプティックの演出のためのものっていう可能性もある。が、ここで一つ付け加えたいのが、PlayStation 5には、えー、信頼度というか、 え最低限の期待値というものがあって、その期待値に従うならば、あれは絶対に労働時間ではないと言えるんですよ。で、この期待値が何なのかというと、ラチェクラにおいて世界の間を飛び回ったとこ、あれであるとか、UE5 で大量のアセットを入れ替えていたとこ、あとは高速で動き回っていたとこ、あとは以前に出てきた、 そのスパイダーマンのやつあれがロードが0.8秒になったしかも最終的なハードウェアですらないのにロードを0.8秒まで抑えることができたこの3つの事例あとは他にもね探せばあるとは思いますがそういう事例からプレイステーションには期待値というものがあってその期待値に従うのであればあれは絶対にロード時間ではないんですよなんで私個人としてはロード時間ではなくてまあおそらくハプティックのための演出もしくは転送している感じを演出しようとしていたんじゃないかと思います ハプティックの演出だったかもしれないしもしかしたらハプティックとかは全く関係なくて単純に一つの場所から別の場所に、えー、転送されているそういうふうな演出だったのかもしれませんだって冷静に考えてこの画面においてここですねこのクーリングスプリングスというエリアからあのさっきの砂漠のエリアまだ移動するのにこの鏡のような場所を通ってるじゃないですか鏡通った瞬間バンって行くのと 鏡通ってからちょっとなんかまあなんと言いましょうかアストローボットがこうなんかデータ化なんですかねデータ化したような感じになって、えー、このデータ空間の中を通っていって反対側から出てきて再構築されるっていう演出であって深い意味はなかったのかもしれないというふうに思います。 まあ、現時点で言える可能性の一つはロードであった、えー、ちょっと待ってロードであったハプティックの演出であった単純なグラフィック演出であったこの3つの可能性があると思います私個人としてはロードでは絶対にないと思っておりますが、まあ、100%の確証性を持って言えない以上、えーまあ、ロード時間と思っても仕方はないかと思いますが可能性は非常に低いと、えー、断言させていただきます もうゼロに限りなく近いとここで断言させていただ,きますだって、まあそもそも、他のゲームにおいてロードしてるっていうのも、ロード超高速でできてるっていう期待値もあるんですが、アストロズプレイルーム、これですよ。この画面を見てください。これですよ。こんなんが大量のデータ使うわけないじゃないですか。こんなん、ハードディスクでも高速でロードできますよ。ディテールの量からして。まあなので、 えー、ロードではないかなと私は思っておりますが、えー、思想の自由というか思うのは皆さんの自由ですえー、っと他に何かあったっけあ,あそうそうあのここで、まあ、他の方がコメントでたくさんあるのがあのギアーズ5のテックデモとかを見るに Xbox シリーズ X には期待していないというこれは他のコメントでもたくさんあったんですが Xbox シリーズ X のロード時間は、まあ、今まで出てきたデモとかを見る限り 全くく期待でできるものではなないいという,ふうな意見がたくさんあってでそれに対して、えー、この方が「いやいやいや XBOX ではロード時間がほぼなくなっているということを確証なんだっけこれこれすでに複数の開発者から XBOX シリーズ X はロードレスが明言されています」っていうふうな断言をしているんですよ。でそれが事実だったらいいんですけどどこ探してもないんですよ。 はいなんでえ、信頼できないんですよね、この発言が。なので、あのもしこれ見てれば、この動画のコメントにぜひあの、ソースを貼ってください。ソース貼っていただければ、え私自身確認して、えそれに対して何か言いますので、ただ、現状、を全く信用できないんですよ。で、なんか、ちょっと話変わっちゃうんですけど、ソースを貼ることの重要性、私自身の動画では、結構ね、ソースの貼り忘れとか、えたまにあるんですよ。 でその場合、なんか、ソース貼ってない草とかねいや、言われたことないけど、なんか、ソース貼ってないから信頼できないとか、えー、言われたりするんですけど、私はね、別にいいんですよ。なんか、自分だけ責任逃れしてるような言い方になっちゃうんですけども、私の動画の趣旨っていうのは、情報そのものではなく、情報が正確であると仮定した場合の、えー、何が、 可能性として存在するのかそういう思考実験をしていくのを私は楽しんでいるんですよ。ただ、この発言の場合は別に思考実験でも何でもなくデータ、まあ、情報そのものが、えー、主題になってるんですよ。で、主題に、主題の背後につける情報が欠けていて信頼できないんですよ、主題が。なんで、総、え、数、ー、ぜひ貼ってください。貼ってくだされば、えー、見ますので。何の話してたっけ話それちゃったんだよ。 あそうでした Xbox の方がロード遅いっていう話でしたね。で、これに付け加えて、Xbox シリーズ X と PS5 のロード差がないことも言われています。まさに木を見て森を見ずですねっていう風な、えー、ことを言ってますが、これ、木を見て森を見ずっていうのはね、確か2回ぐらい言ってるんですよ。別のとこでもね、言ってて、えー、別のスレッドで言ってたのかな。まあ、とにかく、この木を見て森を見ずっていう風なことを言ってて、で、多分、ここで言う木が、えー、ギアーズで、森が Xbox に所属するソフトウェア軍のことだと思うんですけども要はこの1本の木だけ見るとロードは遅いんだけど全体を見ればロードは早いんだよっていうことを言おうとしてると思うんですが思うんですがその1本の木というのは Xbox を根底から支える1本の巨大な木ですその巨大な木が廃れているようであればそこだけを見てもしょうがないと思いますでまたまたねソースがないので信用できないんですよ ただ、これが正しいと仮定した場合でも g ズファイ5がロード遅いという実証がすでに存在して Xbox のファーストパーティータイトルで強力なものといえばえーギア a r あとはあの緑色のおっさんが出てくるやつヘイローあの2本とかですよね、特に強いのはあとレーシングゲームが1本あったと思うんですけどもえ特にその3作プラスアルファっていう感じだと思うんですけどももう Xbox の ソフトウェアの中で中核をなすゲームがロード時間をゼロにできていないっていうのは Xbox 全体にとっての汚点ですまあ何と言いましょうか連帯責任じゃないですけどあれ小学校小学校そこまでないか中学校高校で言われませんでしたあなた一人が悪いことをするとうちの学校全体が悪く見えるんですよみたいな校長先生によく言われたかと思いますそれですこれはまさになので、まあ、そもそも PS5 と Xbox のロードが近い という情報がまあ、ソースとして出ていないのに加えてそれがそうだったとしてもギアーズというファーストパーティーの中心の一つであるタイトルこれが労働争いという事実は Xbox 全体の評判に影を落とすものであるというふうに言わざるを得ませんさあちょっとあの話しすぎて実 ちょっと何の,何の話してたのか忘れちゃったんで、このままコメントの内容を押さえていくとしましょうか。UE5 に関しても PS5 の SSD5.5GB 毎秒という膨大な帯域幅のうち、どれくらいを活用しているのか、あのデジタルファウンドリーも気になっていることを明らかにしていません。えー、それはデジタルファウンドリーさんがまだ PS5 の本体をもらってないからだと思います。あいつらはもらったらすぐに調べますよ。まあ、それはどうでもよくて、どれくらい活用しているのか。 全部です、はいえー。ゲーミングコンソールというものはそういうものです。ゲームコンソールというのはす,で、えー、すべてがパフォーマンスを統一,統一しているおかげで、えー、そのパフォーマンスを余すことなく絞り尽くすことができるっていうのがその利点の一つにありますので、えー、答えは全部です。これは多分ゲーム市場の中で、えー、誰に聞いても全部というふうに表現すると思います。で あの先ほどソースに関してごたごた言った以上、私もソースを出さざるを得ないと思うんですけども、えー、私の、まあ、なんか開発者に友人とかいないんで、開発者をソースにすることはできないんですが、えー、開,発者開発者とかに対してパイプのある人、えー、例えばムーアの法則は死んでいるっていう YouTube チャンネルを運営しているトムさんとか、えー、そういう方をね見れば明らかではないかもしれませんが、ああいう方とかもね、えー、そういうのを言っています。はいで え続いて、ここ。私は、裏読みイコール朗読があるという、厳然か、眼前なのは間違いない。どっちか知らんけど、まあ、えー、事実を言っているだけだと。まあ、あ,れあるあるですね。あのー、一個言ったら、そこから話が広がりすぎて、ちょっと待てよ。俺はそもそもこれを言っただけなんだぞっていうね。まあ、よくあるやつですけど、まあ、しゃあないわ。えー、っと <laughs>、ある。まあ、 言い方が強いっていうのがありますよね。あの、あるという事実を言っているだけ。あるのが事実なのかはまだわかりませんので。それはソニーが出てきて、あ、アストローズプレイルームのあの画面は別にワープでもハプティックでもなくロードなんですよって言ったら、それはまあ、ロードがあるという、えー、間違いのない事実というふうに言えると思いますが、現時点ではまだ言えないんですよ。言えないのに言ってしまっているっていうのが、まあ、議論の、 火に油を注いでいいいいでるのは間違いなないと思いますなんかあれですね私コメントに反応というか、えー、解説しつつもなんか妙に言語学的な話をし始めましたね。で続いてのコメントここではあの。 PS5 と Xbox に対する信頼感の違いということについて話してくれています。えー、動画時間伸びちゃうんで、ようやくして話すんですけども、えー、PS5 はいろいろやってきて、それにおいてすで、えー、に獲得してきた信頼があるが、Xbox はフィル・スペンサーさんの、えー、発言であるとか、すでに出てきているテックデモであるとか、そういうものを踏まえると信頼できないと。でその信頼の差が、えー、ここでの発言の差になってるんじゃないかということを指摘してくれているんですが、えー、それに対する反論が、 Xbox Series X でロードなしを明言している開発者がいますが、だから誰だというか、ソース表記しなくてもいい。どの開発者が言ってるのかだけ教えてくれ。うん。あの、リンクとかいらないから、誰が言ってるのかだけ教えてください。ふぅ、えっと、Xbox Series X と PS5 のロード差について明確に言及している開発者もいますが、むし、だから誰なんだもういいよね。えっと、なぜ対立構造を意地でも作ろうとするのでしょうか えまず一つ、ブランドロイヤルティ。ロイ、ロイヤリティロイヤルティロイヤルティですね。えー、自分が買ったブランドに対して、その購入を正当化するために、自分のブランドの方が上であるということを、まあ、証明したい、真理がまず働いているというのと、そもそも市場内で対立構造ですよ、この2社は。そもそも。 なななんんでで対立してししてまううのは当然なんじゃないでしょうか、まあ、ここでね、PC と比較し始めると、それは市場内での対立構造とはちょっと言い難いので、えーまあ、なんかえそこは比較しなくてよくねとか、あまあ、比較はいいんですけども、対立させることはなくねっていう風なな、ね、意見も出てくると思うんですが、この2社、そもそも市場内で対立してますからねえ、2つの対立する製品があったとして、そのどちらが優れているのかを議論するのは、資本主義の基本じゃないですか。あとう まあここはもういいでしょう。えー、次に行きますか。この、えー、ついいてこのスレッドですね。えー、マイクロソフトの人間には Xbox シリーズ X ではロード用の演出はなくせないと言われちゃってるから、大した期待はしてないということ、期待値に関して言われていっていますが、えー、普通に PS5 にもありましたけど、で、あの、ちょっと最初の方、不毛なんで、えー、完全に飛ばしますよ。あの、そもそも、裏読みとは何ぞやっていう、 そもそもどのゲームの話をしているのか、そのゲームのどの部分の話をしているのか、裏読みとは何なのかっていうね、えまず意見のすれ違いが起きているんで、そこのすり合わせが起きた後を、まず呼、えー、んでいきましょう。ここですね、もうそもそもね、ここで、あの裏読みが存在するじゃないけど、そんなの当たり前でしょう、労働画面が全くないのはありえますが、労働物理的にゼロなんてありませんっていう時点で、え裏読みに関する勘違いが起きてしまっているので、その、なんていうの、市場,市場内という変な言い方な、あの、 皆さんがすでに共有している情報ではない単語はえ使う時きは注意しましょう誤解を生みますので、えー、ここですね、えー そうあなたの言う通り、裏読みイクオールロード。そもそも裏読み自体演出も兼ねたロードです。そう。まず、そこ、それを最初に言ってくれ。それを最初に言わないと誤解が生まれてしまう。対、え、馬、ー、に関しては本末転倒だと個人的に思っています。ゲームのヒントなどを読ませるために意図的に長くなるというのは、えー、っと、これが何なのかというと、ゴーストブツがロード時間が非常に短くて、えー、むしろ短すぎて、ティップスを読めないんですよ。なので、それをちょうど1個読めるぐらいの時間だけ残していると。まあ、それは開発者の、えー、それぞれの判断になると思うんですが、 えっとまあ tips を1個読めない時間を何もない画面を見ながら過ごすのかそれともその時間を少し伸ばして tips をちょうど1個読めるようにするかっていうのは個人的まあ個人個人で好みが分かれるところだとは思いますけども、えー、それは開発者の判断であるとは思いますがここで言ってるのがキング ダムカム、デリバランスみたいにすればいいと思っている。それかメニューに項目を作るか、インタラクティブ,なインタラクティブ的な要素にするか。まあ、これに関しては反論の余地はないですよね。えー、PS5 でもこの行為が行われることがないことを願っていますが、この行為ってどの行為直前の発言を見るとここなんですよ。 ただこれは間違いなくいいことなのでこれではないのは間違いないんですよ。なので意図的にロード長くすることのことを言ってるんじゃないですかね。ただ最初にも言った通り、PlayStation 5にはロード時間を0にするという期待が既にあるので、えロード時間0であるならばそもそも増やす必要がないんですよ。Tips を全く表示できないんで、どのみち。えー、と、あとは、 ここはまああの私が話すことじゃないんで、まあ、スキップしますけどえこれちょっと気になったことでギアーズ10秒など下派的な視点でしか物を見てないから妄想で付け出したんでしょうかひねくれてるあなたとこれは違うわこれは違うわまあ、この部分ですねえギアーズ10秒など下派的な視点でしか物を見てないから妄想でギアーズは下派じゃなくね ちなみに関係ない話、私最初ね、ゲハのことをハゲや逆に言っただけだと思ってて、あのゲハゲハみんな言うたびに、みんな悪口言うの下手くそなんかなって思ってたんですよね。ゲームハードのことだったんですね。ま、あい,いや、ギアーズはゲハじゃなくてゲソ。<laughs> ゲソ <laughs>。ゲームソフトですよ。ゲソですよ。ギアーズはゲソですよ。なんでギアーズ10秒っていうのはゲームハード的な視点ではなくね、 あなた自身が言っていた木を見て森を見ずという話です森の方がゲームハードで木の方がゲームソフトだと思いますよなんでギアーズが木である以上それはゲームハードではなくゲームソフトではないんですかふまあそんな感じですはい、えー、建設的な話ができればできたのであれば嬉しく思います最後に一つ締めるために一、えー、個だけ引用したいやつがあるんですがどこだったかなもっと下の方か API について分かりやすく教えてくれてるコメントがあったんでなくねあったあった、えー、私自身 API に関してその直訳したやつとかをねいろいろ話したんですがまあとりあえず3秒で分かる API ソフトウェア、API、OS、ドライバー、ハードウェア。はい。これだけです。ハードウェアが、まあ、CPU とか GPU。ドライバーがその CPU とか GPU が OS と会話をするためにあるもので、えー、その OS 上に API を構築して API がソフトウェアとお話をする。らしいです。ありがとうございます。というわけで、えー、今回の動画はここまでです。ちょっと伸びちゃいましたが、えー、かなり。 面白い話をできたのではないかと思っております気に入っていただけたら、えー、ためになったと思っていただけたらぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いしますこのチャンネルはね、えー、解説の話とかね色々いろいろやっておりますんで、えー、ここ直近の動画とかはゲーじゃないゲームじゃないえー、っと動画説明にゲーム説明ってなんだ、えー、動画説明の方にね直近の動画であるとかあとは他のチャンネルであるとかね色々いろいろ貼っておりますので、えー、ぜひご確認くださいというわけで今回はここまでご視聴ありがとうございました Bye bye!